ゆりちゃん、かわいい。鼻水垂れてるけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあやっていきますか。とりあえずあのタヌキちに、あ、ゆりちゃんかわいい。鼻水垂れてるけど。こんちは、オラの名前はウリ。ばっちゃんが育った美味しい株の売り歩きを手伝ってんだ。人が住み始めたと聞きつけて、この間島にも来てみたんだけどの。これから毎週日曜日の午前中に株を売りに来るって決めたから、どうぞごひいきにしてくんろ。ところでお客さん、株の説明聞きなさる？聞かせて、じゃあ。あれか、じゃあ村の方は、株リボばあさんが担当で、島はウリちゃんってことかな。ばっちゃんが大事に育った株はね、新鮮なうちに食べるのが一番うめえに決まってんだけど、食べるために買う人よりも、お金儲けのために買う人の方がずっと多くて、ほらびっくりしてるだに。もっと聞きなさる？聞かせて。豆菊さんたちのお店があるでしょ？あそこで株を買い取ってくれるんだけど、株の値段は日によって違うから、俺から買った値段より高い時に売ればその分儲かるし、逆に安い時に売ると損しちゃうってことになるんだに。まだ聞きなさる？うん、聞かせて。その角度でよく落ちないな、株。さて、ここからが一番大事なとこなんだけど、この株は一週間経つと腐ってダメになってしまうんだに。ほら、毎週日曜日に株を売りに来るから、遅くても土曜日のうちに売らないと、すっかり腐ってしまって大損するから、くれぐれも気をつけてくんろ。長くなったけど、株の説明はこれでおしまいだに。ほんで今日は一株108ベルだけど、早速買ってみなさる？結構高いね。結構高いっすね。まあ、買います。そんじゃ、いくつ買いなさる？一株108ベルだけど、10株単位で売ってるんだに。じゃ、とりあえず、10株単位か。20ぐらい買っとこう。20株ってことは、全部で2160ベルだけど、それでいいだに。買っちゃいます。にゃはは、毎度あり。ありがとう、うりちゃん。かわいいよ。鼻水が気になる。株、上がれ。上がるといいね。かわいいっすね。あ。今の株のでか。あった。株主様へご優待マイル。株を購入した株主様にご優待のマイルを進呈するだろも。安値で買って高値で売って稼いでちょうだい。一週間で腐るから売り時には気をつけて。了解。肩書き、週末の株主、たぬきマイル300マイルゲット。イエーイ。良きだね。さあ、そして新しい服はあるかい？あら、イラさん、どないしました？売り物を見せて。はいはい。ほな、今日の商品はこちらになります。質素な帽子。魔女みたいな帽子やね。質素なんかどうかよくわからんけど。パーカーワンピ。へえ、そういうのもあるんや。テーラードジャケット。欲しいです。はいはーい。テーラードジャケットに、何か合わせれるかな。おおきに。他にも何か見ていきます？いや、今回はこれだけでいっかな。あ、プレゼント！おおきにまた来てくださいね。ちょ、プレゼントを打ち落としたい。違うんだ。もうちょい、ここか。押してきたー。あ、すごい、ポップコーンが。跳ねよる、跳ねよる。ちゃんと見えるんやね、そういうの。5000ベル！やったよ。使った分全部、つうか、使った分以上に戻ってきたわ。イエーイ。イエーイ。あ、てか、あれよ。ATM から引き出しとかんとこないだのお金。あ、すごい、なんか、めっちゃまったりしよるやん。てか、こないだのあのお金を引き出したら、あれじゃない？もう、ローン払えるんやない？多分。ちょ、待って。タヌキ開発マルチメディア端末、タヌポートでございます。タヌキマイレージプログラム運営からのお詫び。昨日は案内所の工事により、終日タヌポートをご利用いただけなかったこと、心よりお詫びいたします。本日アクセスいただいたお客様には、お詫びとして500マイルを付与させていただきます。おー、やったー！ありがたい。また、これまでのアクセス状況に関わらず、明日の時点連続アクセス日数を7日以上とさせていただきます。今後ともタヌポート並びに、タヌキマイレージプログラムをよろしくお願い申し上げます。嬉しい。ご利用になりたいサービスをお選びください。ってことで、ATM。なんぼ必要なんやったっけ？
ローン残高9万8千ベルか。ってことは、足りない?預金残高が3万2千ベル。あ、足りないな。足りてないな。あとちょっとやない、でも。オッケー、オッケー。じゃあちょっとタヌキチの話を聞きましょうか。なるほどね。二人とも仕事中以外は、まああれも仕事中なんかもしれんけど。奥で座っとんやね。アイナさん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だのも?何をすればいい?インフラ整備の相談?何をすればいいでいいかな?お、僕のトタケライブ計画、ゴールジャクト K の詳細を聞いてくれるんだもんね。あのね、この計画は大きく分けると3段階になってるんだもん。まずは島に来るお客さんを増やす。次にそこから移住者を増やす。そして島の評判をうんと高める。島に来るお客さんとかあるんか。そうやってお客さんも住民も増やしつつ、みんなに愛されるアイナ島になれば、この島の評判がトタケケさんにも届いて、ライブのオファーを受けてもらえるはず。ということで、まずはお客さんを増やすため、島にキャンプサイトを作ります。キャンプサイトがあれば、手軽にこのアイナ島での暮らしを体験してもらえて、いい宣伝になるんだなもん。あ、これは要は、村の時と同じキャンプ場ができるってことか。定期的に、キャンプしにやってきよった動物たちみたいな。それでアイナさん、ちょっとスマホ出してくれる?ふんふん。パニーさんとは別のところ。なになに?オッケー。アイナさんにキャンプサイト工事キットのレシピを送ったんだもん。そういうことか。それを作って、どこかキャンプするのにいい感じのロケーションを探して、場所を決めてきてほしいだなもん。それじゃ、よろしく。了解です。ってことは、どうしよっかなぁ。どの辺がいいかなあ、紙袋持ち歩きようやね、アンチョビ。わーい、元気いいでし。お話ししよう。今日も僕は元気いっぱいだよ。ぐー、お腹が。お腹の虫さんも元気いっぱいだでし。かわいい。どうも。あら、おはようございます。一日の始まりは挨拶からですね、よ。おしゃべりして。今日みたいな日はお母さんが作るいなり寿司を思い出しちゃって懐かしい気分になっちゃいますよ。どういうこと?こういう雨の日はってこと?とりあえず、あ、DIY。作れるかしら。DIY で何か作ろっかな。作ります。キャンプサイト工事キットを。はい、これを。キャンプサイト工事キットができた。よし、じゃあこれで、さーって設置しに行きますか。なんかあれやね、雨の時には、カタツムリの観察しよる。めっちゃカタツムリの観察しよる。捕まえることはせんのやね。とりあえず、棒で向こう側に渡って、よいしょ。で、この、まあ、この辺りに、ちょ、設置しようかなーと。キャンプサイト工事キット。もうちょい右ぐらいか。この辺?どうすかね。想像してみる。あ、よさげじゃない?海も近いしさ。で、この左側とかでなんか焚き火とかキャンプファイヤーみたいなの置いたら。オッケー。まぁ、ちょっと住宅街とかお店とかに遊びに来る場合は、棒で飛んできてくださいね、的な。キャンプサイトの場所を決めた。いろんな人が来てくれますように。さ、これで定期的に、新しい住人を増やしていける可能性があるということだね。あれやね、なんか、村に比べて全然お知らせ更新されんね。え、鳥が止まるんよね、多分。多分そのはず。どうも。あ、今日は何もないね。また壁紙というかだけ見ていこっか。売りまーす。アイナさんいらっしゃいませ。今日はどうなさいましたか?買い取って。買い取りでございますね。本日は日曜のため、株の買い取りはお休みですのでご了承くださいませ。では何を売っていただきますか?とりあえず、段ボール、ドラ、段ボール。で、あと、イグアノドンの体にシソチョウ。オッケー。いろいろ持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。
ては合計9960ベルでの買い取りでいかがでしょうか。売っちゃいます。ありがとうございました。明日またいつでもお気軽にご利用くださいませ。ませよーし。ん、なんだ、たぬきマイレージプラス。お、これは元も不要品買取強化キャンペーン。え、なんかたぬき回り 150×2。 なんかこれすごくない？高額買取でガッポガッポキャンペーン。かける5やって。え、これはなんかかける2でもなんでもないんやね。黙々木材ゲットキャンペーン。あとは別になし？了解。じゃあちょっと、壁紙とカーペットを見ていきましょう。今回は、コルクフローリングが欲しいかな。1500ベル。買います。あとは別にいいや。はい、オッケー。なんかね、お試しをさせてもらえるのがちょっとな。ちゃんと見たいやん、どんな感じか。よし。さあ、ということで、私のお家、あったあった。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ことで、まあ、次の日曜日までに高い日があったらちゃんと売り飛ばしていかんといかんね。今回多分、108ベルやった？で、それ以上の値段になった時に売り飛ばそう。